い、どうもゆうじです。今回はお金持ちになるための3つのルートの持論を勝手に紹介していきたいと思います。幸せはお金ではないっていうのは半分は正しいとは思うんですけど、でもやっぱりお金がないと教育面とか医療面とか衣食住が不自由なので、やっぱり幸せのためにはお金が重要な要素であることは絶対に間違いないですよね。幸福には友人、恋人、家族、時間みたいな無形資産と同じぐらいに、やっぱりお金みたいな有形資産もかなり重要です。無形資産と有形資産のどちらか一方だけでもめちゃめちゃに充実していたら、それだけでも結構幸せだとは思うんですけど、でもやっぱり両方揃ってるのが一番の幸せですよね。じゃあ生きている以上はそこを頑張って目指しましょうよって話です。人生の勝ち組ってどういう状態が勝ち組なのかは各個人によって定義は違うとは思うんですけど、でも少なくとも友達がいて、家族がいて、時間があって、なおかつお金もあったら、もうほとんどの人が人生俺勝ち組だって思える可能性ってめちゃめちゃ高いですよね。家族、友達、時間、お金とかっていうのが全部揃ってるのっていうのは、もう遊戯王でいうとエグゾディアが揃ってるぐらいに無敵状態だと思います。今回何回かお金持ちっていうワードが出てくるんですけど、今回のお金持ちの定義は年収1000万円から3000万円ぐらいのスコープだと思ってください。あくまで誰でも努力すれば到達できるお金持ちっていう観点で年収1000万円から3000万円に設定しました。年収1億円とか10億円とかになると、今回紹介するルートとは全然違うルートを通らないといけなくなるので、今回は省きます。お金持ちをこういう風に定義したとすると、今回でいうお金持ちになるためのルートとしては個人的に3つあると思ってるので、それについて紹介していきたいと思います。今回話す内容は完全に個人的な見解なので、皆さんの意見もぜひコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。今回の内容が少しでもいいと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録を勢いよく押してください。それでは早速いきましょう。お金持ちになるルートの一つ目は、高給取りの会社に就職して、そこから転職を繰り返してキャリアアップすることです。このルートは比較的高学歴を持っていないと難しいので、実現難易度は結構高めに設定しています。高学歴っていうのは旧帝大とか早稲田慶応とか一橋大学とか東工大のことですね。旧帝大の中でも東大、京大、阪大、明大あたりだったらなおいいですね。今言った高学歴を持っているんだったら、外資系の投資銀行とかコンサルティングファームとかキーエンスとか、あとは日本 M&A センターとかストライクみたいな超高級取りの会社に就職するだけで、もう簡単に年収1000万円から3000万円は達成することができます。もちろん高学歴を持っているだけではダメで、高学歴っていうのはあくまで受験資格のようなものなので、そこからちゃんと面接を突破するだけの優秀さは必要になります。たださっき紹介したような会社はめちゃめちゃ給料が高い代わりに、めちゃめちゃ労働量が多いのが特徴です。キーエンスなんかは30代で家が建って40代で墓が建つって言われてますからね。外資系のコンサルティングファームにはどういうところがあるかというと、例えばトップティアで言うとマッキンゼーとかボストンコンサルティンググループとか AT カーニとかベイン&カンパニーとかアーサー・ディ・リトルとか、あとはローランド・ベルガーとか、その辺ですね。その下にビッグ4と言われているデロイトとか PWC とか EY とか KPMG っていうのがあります。外資系の投資銀行の場合はゴールドマン・サックスとかモルガン・スタンレーとかシティグループとかドイツ銀行とかメリル・リンチとかバークレイズとかがあります。ゴールドマン・サックスに関しては最近石原さとみが結婚した相手がゴールドマン・サックスっていうことでちょっと話題になりましたよね。石原さとみが結婚したっていう記事の中に相手の職業が GS って書いてあったんで、ガソリンスタンドかって言ってるやつがいたんですけど、そんなわけないですよね。これはゴールドマン・サックスです。石原さとみの場合はゴールドマン・サックスみたいな高級トリか前田ユージみたいな IT 社長にしか興味はなさそうですけど、ただ新川優愛の場合はバス運転手と結婚しているので、我々も希望を捨てずに浜辺美波か橋本環奈と結婚できるように頑張りましょう。ちょっと話がそれたんですけど、超高級取りの会社に就職した人はずっとそこで働いていくのは体が持たないので、基本的には数年だけそこで働いて転職してキャリアアップするっていうのが王道になります。外資系の投資銀行とかコンサルティングファームで何十年も働ける人っていうのはもう本当にごくごく一部だけです。そして転職先っていうのは日系大手企業みたいなところじゃなくて、ベンチャー企業とか他の外資系の企業がほとんどになります。そういう会社に転職して上のポジションについて前と同じぐらいかそれ以上の給料をもらうっていうのがセオリーになります。ベンチャー企業の場合は外資系のコンサルティングファームとか投資銀行の出身者であればもう役員クラスになるっていう人が結構多かったりしますね。それか転職をせずに自分で起業をして事業を展開していくっていう人も結構多いです。そういう人はいっぱいいるんですけど、例えば皆さんが知ってそうなところで言うと、ショールームの前田裕二さんとかボンテッドリーの中明子さんとか DNA の難波智子さんとかが有名ですね。前田さんが UBS 出身で、中明子さんが
ゴールドマンサックス出身で、そして難波さんがマッキンゼーの出身です。自分も学生の時に転職活動をしていた時は、こういった高級トリに就職して転職してキャリアアップしたりとか起業するっていうルートを選ぼうと思っていたんですけど、ただ就職活動の時にトップティアのコンサルティングファームに全部落ちてしまったことで全て諦めました。一応アクセンチャーとか PWC からは内定はもらっていたんですけど、でもやっぱりちょっと中途半端だなと思ったんで、このルートは諦めて次から紹介するルートに変更しました。お金持ちになるためのルートの2つ目は、ホワイト企業に就職して副業のネットビジネスで収入をスケールさせていくことです。この2つ目のルートに関しては、さっき紹介した1つ目のルートと違って基本的には誰でもできるので、かなり実現難易度は低く設定しています。ホワイト企業から安定した収入をもらいながら、副業のネットビジネスで時間をかけながらどんどんと収入をスケールさせていく方法ですね。会社からの給料はどれだけ頑張ったとしても全然伸びないので、副業のネットビジネスで収入の伸びを補完するっていう感じですね。一方でネットビジネスの方はめちゃめちゃ収入が青天井に伸びていくポテンシャルがある代わりに、それなりに時間もかかるし不安定なので、この不安定さとか時間がかかるところを会社からのベーシックインカムで補完するっていう感じですね。ホワイト企業とネットビジネスのそれぞれのデメリットをお互いがうまいことキャンセルしていて、メリットだけが残っているっていう感じですね。ここで大事なのが、副業として時給労働とか成果報酬型の労働ではなくて、ネットビジネスみたいなちゃんとストック性があるものをやった方がいいということです。会社終わりに時給労働の副業をしたとすると、それは一見頑張ってるようには見えるんですけど、でも時給労働をしている時点で会社の残業と延長と本質的には何も変わらないですよね。それはやっている仕事の内容が違うだけで、ほぼほぼ残業を延長しているようなもんです。なのでコンビニ店員とか飲食店の店員みたいな全くスケールしようがないような時給労働の副業は絶対にやめましょう。他には Uber Eats とか動画編集とかプログラミングみたいな成果報酬型の副業も、後々にスケールさせるつもりがあるんだったら全然いいんですけど、そのつもりがないんだったら消耗するだけなので、長くは続けない方がいいです。なのでホワイト企業で働きながら副業をする場合は、どんどんとストックされていって収入が青天井に伸びていくようなコンテンツ販売とか YouTube とかブログみたいなストック性が高い副業が一番いいです。副業をやる目的が生活を楽にするためだったとしたら、会社が終わってからも労働しているのって、それってなんか目的と矛盾していますよね。時給型の労働とか成果報酬型の労働って、確かにお金は入ってくるんですけど、いつまで経っても労働量って減らないですよね。言うなればそういう副業はお金が手に入る代わりに時間が失われている感じですね。これまではお金はなかったけど時間はあったみたいな状況と状態が逆転しただけですよね。そうじゃなくて、お金と時間の両方を手に入れてこそ副業をやる意味があります。時間とお金の両方が手に入らないと、生活を楽にするっていう真の目的にそぐわないからです。なので副業は時給労働とか成果報酬型の労働ではなくて、後々に自動収入化できるような副業に取り組まないといけないです。もちろんプログラミングとか動画編集みたいな成果報酬型の労働も、後々にネットビジネスにつなげて自動収入化させるつもりがあるんだったら全然ありです。というか、そのつもりがあるんだったらやるべきです。お金持ちになるためのルートの3つ目は、専門職に転職してどんどんとスキルアップしていくことです。このルート3についても、さっき紹介したルート2と同じで誰でも基本的にできるので、実現難易度はかなり低いです。経営コンサルタントとか医師とか弁護士みたいなめちゃめちゃ高学歴が必要な専門職もあるんですけど、でもウェブ系のエンジニアとかデザイナーとかって全然学歴って必要ないですよね。誰でもなることはできます。専門職の場合は最初にある程度キャリアを積んだら、その後独立することができるので正社員よりかはかなり稼ぎやすくなります。例えばウェブ系のフリーランスエンジニアの場合は、年収1000万円以上稼いでる人なんてゴロゴロといるし、さらにスキルを磨いて技術顧問とか技術コンサルとか CTO とかになることができれば、さらに報酬は跳ね上がります。エンジニアとかデザイナーとか映像制作みたいなこの辺のスキルって、勉強すれば基本的に誰でも身につけることはできるので、職人気質の人はルート2よりもルート3の方が向いてるんじゃないかなと思います。しかも専門職の場合はホワイトカラーのような仕事と違って、自分の力で稼ぐことができるので、ルート2と違って会社に依存せずに安定的に稼ぐことができます。一番いいと思ってるのは、この専門職をやりながらルート2で説明したようなネットビジネスを組み合わせることができれば最強だと思ってます。自分はこのルート 2.5 っていう第4の道が一番現状では最強だと思っています。ただ専門職の場合は、初めの数年間はキャリアを積むのが結構大変で時間もないと思うので、ある程度時間ができたらネットビジネスを
を始めてみるっていう感じですね。ここまででお金持ちになるためのルートとして個人的な見解を話してきました。ルートの一つ目は高給取りの会社に就職して転職をしてキャリアアップすることです。そしてルートの二つ目はホワイト企業に就職して副業のネットビジネスで収入をスケールさせる方法です。そしてルートの三つ目が専門職に就職してスキルアップして収入を伸ばしていく方法です。実現難易度に関してはルートの一つ目が高学歴が必要なので誰でもできるってわけじゃないんですけど、ただルート2とルート3に関しては誰でも参入することはできます。高学歴を持っていてなおかつ会社員としてバリバリキャリアアップしていきたいと思っている人はルートの一つ目が一番向いているかもしれないです。労働量が多いのが嫌でマイペースに収入を伸ばしていきたいっていう人はルートの二つ目が一番合ってるかもしれないです。そして職人気質で最終的に独立したいと思っている人はルートの三つ目が一番合ってると思います。ルート3に行った人の中で時間に余裕ができたらネットビジネスも始めてみてルート 2.5 にチャレンジするのが一番いいと思います。スポーツ選手になれたりとか CM に出れるようなタレントになれるようなごくごく一部の人を除いて自分のような凡人が取れる戦略っていうのは大まかに分けるとこの3つしかないんじゃないかなと思ってます。自分の適性とか性格とかスペックとかをいろいろと考慮してみてどの道が自分に一番合ってるのかなっていうのを一度考えてみてください。それでは今回の内容は以上です。今回の内容が少しでもいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうございました。